こんにちは。ミサイグリーン放送局始まります。今日はね、9時にアイテムショップにね、アリアナ・グランデのスキンが来るみたいなので待ってます。今ね、8時59分なので、もうすぐ9時になります。アリアナ・グランデのスキンが来たら購入したいと思います。はい、今9時になりました。アリアナ・グランデバンドル来たー。ということで、これ2800円ですね。あ、ちょっと お金が足りない。今ね、V バックスを購入したので、見ていきたいと思います。はい、アリアナ・グランデ・バンドル、アイコンシリーズ、アウトフィット、アリアナ・グランデ、魅力的な存在、輝かしいオーラ、アリアナ・グランデセットの一部、チャプター2、シーズン7で導入。あ、2種類あるんですね。バックアクセサリーっていうことで。で、これがあれですね。収集ツール。これも2種類ある。で、これは、フライヤーですね。おー、これいいっすね。で、スタイルをプレビュー。2つですね。アリアナ・グランデといえばね、すごい有名なアーティストなので、ではね、バンドル購入していきたいと思います。はい、今ね、アリアナ・グランデのバンドル購入しました。いや、すごい豪華ですね。2日後にはね、イベントもありますし、はい、装備していきます。いや、すごいいいっすね。このエモートもね、なんかすごい 合ってる感じで。いや、この青っぽい感じと紫の感じも、色のコントラストがいいっすね。音静かなのがいいな。これはもう殿堂入りでしょ、この衣装は。マーベルにも負けないぐらいの、もう圧倒的存在感ですよね。やばい、やってかれた。変なとこも。UFO! アリアナ・グランディ UFO! UFO は来るわ。アリアナ・グランデはいるわ。すごいことになってるの、本当に。お、山ちゃん、山ちゃんいた。山ちゃんはしゃがんでいけば気づかれないんですよ。書こう。はい、はい、はい。あ、やべ、これられた。ちょっと早いけど、どうしよう。うわ。俺らの横だけどは。やばい。オッケー。油断できなかったじゃないか。あ、でもこれがある。いい方守ったぜ。いるかね。あれ、いなそうだな。どういう意味ですか？ギリやな。今ミドポーチだな。あった。オッケー。これ進みます。楽 なんでね。リモート振り使ってかないと。やべ、アリアナ・グランデにエイリアンがついてしまった。Oh, no! どういうことや。アリアナ・グランデエイリアンになっちゃった。やべ、落下ダメージ食らっちゃった。今落下ダメージ食らうほどの高さだった。
構周りアナグランデだった。あんまり、あ、そんなすんないいね、これ。アリアナグランデスキン見つけましたね、他にも。早いっすね、みんな。やべ、これあれじゃん。あれ持ってないわ。これ、ボンミスが多いな。ポンプショット、あ、ポンプショットあんじゃん。気づかんかった。これ最強やん。マジで。あそこにいるんだけど。あそこにいるよね。当たんねー。これ入ってみた。おお、マジでビクトリーロイヤルしました。そうか、一人やったんだ。やったー、アリーナグランデビクロイということで、アリーナグランデのビクロイで来ました。イエーイということで、さすがアリーナナグランデということで、グラミー賞歌手ということで、はい。やったー、ビクロイできたー、 GG。 あ、でも4人倒してますね。はい、結構倒せたんじゃないかなって思います。さすがアリーナグランデのパワーすごいですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ぜひね、アリアナグランデ、あのまたげに来るかどうかわかんないんですよね。トラビス・スコットも人気でしたけど、アリアナグランデもすごい人気になりそうで、本当に興味のある方は買っといて損はないと思いますね。はい、どこまで販売するかっていうのはわからないんですけど、早めに購入することをお勧めします。アリアナビクルイってことで。以上、今度よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。2日後にはアリアナグランデのイベントも開催されるので、チェックしてみてください。今度よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。 GG。